ジェームズ・アンソニー・ハップは、アメリカ合衆国入りの異州ビュローグンスプリングバレー出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のミネソタツインズ所属。愛称はハッパー。JA は J と発音する。フィラデルフィア・フィリーズ時代2004年の MLB ドラフト3巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名され、6月16日に契約。この年は、 参加の A-9 バタビアマックドックスで11試合に、登板し、1勝2敗、防御率2.02だった。2005年は、A 級、レイクウッド、ブルークローズと AA 級レディングフィリーズでプレー。A 級、レイクウッドでは14試合に登板し、4勝4敗、防御率2.36だった。2006年は、A 級クリアウォータースレッシャーズと AA 級レディング、トリプル A 級、 スクラントン・ウィルクスバリー・レッド・バロンズでプレー。AA 級レディングでは12試合に登板し、6勝2敗、防御率2.65だった。2007年は、トリプル A 級オタワリンクスで開幕を迎え、6月30日に、フィリーズとメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。同日のニューヨーク・メッツ戦で、先発起用されメジャーデビュー。4回をも失点で負け投手となり、7月1日に、 トリプル A 級オタワへ降格。その後はメジャーに昇格することなく、トリプル A 級オタワでプレーした。2008年は、トリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスで開幕を迎え、7月3日にメジャー昇格。入れ替わりで降格したブレッド・マイヤーズに代わり、メジャー先発ローテーション入りを果たした。登板した7月4日のメッツ戦、7月9日の セントルイスカージナルス戦は勝ち投手にならなかったものの、チームは勝利。7月10日にトリプル A 級リーファイバレーへ降格したが、7月29日、アダム・イートンの代わりとしてメジャー昇格。チャーリー・マニエル監督はハップを6番手の先発投手とし、基本はリリーフとして起用することに。8月5日にリリーフとして1試合に登板したのみで、 トリプル A 級リーハイバレーへ降格した。トリプル A 級リーハイバレーでは8勝7敗、防御率3.60151三振を記録。セプテンバーコールアップで最小格を果たした後は、先発と中継ぎで併用され、メジャー初勝利を遂げるなど活躍。ポストシーズンでも、ロースター入りし、ワールドチャンピオンの一員となった。2009年は、 ローテーションの一角を担うものと期待されていたが、スプリングトレーニングで高騰したボクサンヒロシに先発後番手の座を奪われ、ブルペン要員としてシーズンを迎えた。しかし、シーズン開幕後の方は先発として通用せず、中継ぎで高騰を続けていたハップを先発にと望む、声が日に日に大きくなっていった。そして、5月23日からは先発後番手として登板。 その後はローテーションに定着し、23試合に先発登板し、12勝4敗、防御率2.93ホイップ1.23という成績を残し、チームの地区優勝に大きく貢献した。ただし、投球内容から、本来あるべき防御率を示すザフィップは4.43であり、ハップの防御率は、運や守備に大きく助けられていたと言える。 ポストシーズンでは優勝チームとしては脆弱な中継人を補強するためにブルペンに回り7試合に登板した。新人王の有力候補であったがフロリダ・マーリンズのクリス・コングランに敗れ2位であった。2010年は4月に2試合を投げたものの聞き手前腕に違和感を覚えて22日には故障者リスト入り、リハビリを経て7月末に復帰した。 2012年4月14日2010年7月29日にロイオズワルトとのトレードでアンソニー・ゴース、ジョナサン・ビアーと共にヒューストン・アストロズへ移籍した移籍後は13試合に登板し5勝4敗防御率3.75だった2011年3月2日にアストロズと1年契約に合意28試合に登板し6勝15敗防御率5.35だった 2012年1月17日にアストロズと235万ドルの1年契約に合意。18試合に登板し7勝9敗、防御率4.83だった。トロントブルージェイズ時代2012年7月20日に、計10人が絡む大型トレードでトロントブルージェイズへ移籍した。移籍後は一旦ブルペンに回ったが、しばらくして先発に戻った。 8月29日にベースカバーに入った際に右足を痛め、9月7日に骨折が判明。そのまま手術を受け、シーズンを終えた。ブルージェイズでは10試合に登板し、3勝2敗、防御率4.69だった。2013年1月18日にブルージェイズと370万ドルの1年契約に合意し、3月27日に、 総額890万ドルの2年契約を結んだ。5月8日のタンパベイレーズ戦で、デズモンド・ジェニングスのライナーを右側頭部に受け、マウンドに転倒耳の上の頭蓋骨にひびが入ったほか、崩れ落ちた際に膝を歩くひねって、人体を痛め、3ヶ月間故障者リストで過ごした。この年は18試合に先発登板し、5勝7敗、防御率4.56だった。 2014年3月26日に背中の痛みを訴え15日間の故障者リスト入りした。4月5日にリハビリのため A 級ダニーデンブルージェイズへ移動した。4月15日に故障者リストから外れると5月初旬からは先発ローテーションに定着し、以降はシーズン終了まで離脱することなく先発ローテーションを守り抜いた。 26試合の先発を含む30試合に登板し、規定投球回には届かなかったものの自身2年ぶりとなる2桁勝利を挙げた。2014年12月3日にマイケルソーン・ダースとのトレードでシアトル・マリナーズへ移籍した。2015年のマリナーズでの成績は21試合の先発で4勝6敗、防御率4.64だった。 2015年7月31日にエイドリアン・サンプソンとのトレードでピッツバーグパイレーツへ移籍した。パイレーツ移籍後は、K9 が6.79から9.81、KBB が2.56から5.31にそれぞれ上昇し、基本類打数を63.1イニングで3本に止めるなど、投球内容が劇的に向上した。 それに伴い成績も11試合で7勝2敗、防御率1.85と移籍前から大幅に了化した。2チーム合計での成績は11勝8敗、防御率3.61だった。11月2日に FA となった。トロントブルージェイズ時代2015年11月27日、ブルージェイズと3年契約を結んだ。2016年は、 先発ローテーション通りに登板し、レギュラーシーズンでは最終的に32試合に先発登板。自身初の20勝超えとなるリーグ2位の20勝ちょうどの勝ち星を挙げ、3年連続2桁勝利を継続したほか、防御率でリーグ6位、勝率でリーグ3位ホイップでリーグ10位にランクイン。自己最高のシーズンを過ごし、ブルージェイズのエースの一人として躍動した。 2017年開幕前の2月9日に、指名投手枠で第4回ワールドベースボール、クラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。迎えた、レギュラーシーズンは25試合先発で10勝11敗、防御率3.53であった。2018年は、自身初めて開幕投手を務めるなど、7月までに20試合に、先発したが、10勝6敗。 防御率4.18と今一つの成績であった。2018年7月26日に、ブランドン・ドルーリー、ビリー・マッキニーとのトレードで、ニューヨーク・ヤンキースへ移籍した。背番号は、当初83と発表されたが、34となった。移籍後は、校長を維持し、11試合先発で7勝無敗、防御率2.69と安定感を見せた。 通年では31試合先発で17勝6敗、防御率3.65を記録し、177.2インニングで193奪三振と、自身初めて奪三振率が9.0を超えたシーズンとなった。10月29日に FA となったが、12月17日にヤンキースと2年3400万ドルで再契約を結んだ。二千十九年は年間通じて、 ローテーションの一員を務めたが、自身ワーストとなる34飛本類打を喫するなど、安定感に欠ける投球が多く、31試合登板で12勝8敗、防御率4.91ホイップ1.30と、前年から大きく成績を落とした。2020年オフの10月30日に球団が延長オプションの放棄を発表したため、FA となった。 2021年1月22日にミネソタツインズと800万ドルの単年契約を結んだ。かつては速球の最速90マイルパーアワー程度の技巧派だったが、近年は平均92から93マイルパーアワー、最速95マイルパーアワーほどを計測している。その他の球種はカーブ、チェンジアップ、スライダー。以前はカッターも投げていた。 三振よりもフライを打たせて取るタイプ。しかし2012年は投球回数とほぼ同数の三振を奪い、投球内容が進化した。ありがとうございます。